サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシー S3SC-06D ドコモネクストシリーズギャラクシー S3SC-06D は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモネクストシリーズの一つ製品番号は SGHN064。サムスンの主力シリーズである、ギャラクシー S シリーズのグローバルモデルギャラクシー S3 の日本向けローカライズ版である。外観図案は、グローバルモデルとロゴが異なる程度の違いしかなく、寸法も全く同じだが、講述するように、日本向けに追加、変更された仕様が多い。あなたを理解する。 スマートフォンという宣伝文句の通り、大きな特徴として、電話帳やメッセージ画面表示中に端末を耳に当てると、そのまま自動で相手に電話をかけることができる。ダイレクトコール機能、不在着信やメール受信時に端末を持ち上げると、バイブレーションで知らせる。スマートアラート機能、電話帳や、E メール一覧表示中に、端末の上部を、 ダブルタップすることで自動で一覧のトップ画面に戻るタップ2タップ機能を Web 閲覧やメールを作成しながら動画を別ウィンドウで再生できるポップアッププレイ機能をインカメラで1から2秒程度瞳の動きを検査して画面の明るさを最適な状態に自動調節するスマートステイ機能が搭載されている有効画素数810万画素のメインカメラには 理面照射型 CMOS センサーを採用し、有形や室内などの薄暗い場所でも綺麗に撮影でき、フルハイビジョンの動画撮影にも対応している。またインカメラは有効画素数190万画素で、ハイビジョンでの動画撮影にも対応している。さらに、撮影間隔約0.3秒のクイック撮影が可能なほか、最大20枚の連続撮影ができ、8枚の 連続写真の中から最高の1枚を選んでくれるベストフォト機能も搭載している Wi-Fi ハイスループット40の採用により Wi-Fi の通信速度が上昇し大容量のネット閲覧もストレスなく楽しめる内蔵ロムは Galaxy S2 の2倍となる 32GB バッテリーは Galaxy S2 より30%容量が増え 2100mAh となったなお モバキャス、防水、赤外線通信、置くだけ充電には、非対応である。本機とグローバルモデルの、主な違いは、以下の通りである。イフ、デザイン賞受賞作。ダイヤル連絡先 SMS、ブラウザギャラリーカメラ音楽動画、S プランナー S メモシャトン1セグ時計電卓、E メールマイファイル33ラップス、S サジェスト便利アプリ。 設定時点ボイスレコーダーポラリスオフィス4.07ノーツウィズメイジック T グーグルハングアウトグーグル Gmail マップ写真プレイストアムービーユーチューブダウンロードお財布携帯ありがとうございます